建設現場で働く人たちにスポットを当てたファッションコンテストが姫路市で開かれました。人材不足の業界のイメージアップと職人の地位向上を目指す取り組みを取材しました。赤い絨毯の上を電動ドリルや足場板とともに登場する男性たち。こちらは塗装ローラーを手にアピールする男性。スポットライトを浴び、はにかみながらの笑顔です。建設現場で働く人たちのファッションコンテスト GTK1。 GTK とはガテン系のことで、体を張って仕事をする職人たちにスポットを当てようと、おととい姫路市で初めて開かれました。コンテストには現場監督や溶接工など18人が参加し、働く姿をアピールしました。審査員を務めるのは格闘家の浩二さんら豪華メンバーです。イベントを主催するのはメンズコスメメーカーで、建設業界のイメージアップと職人の地位向上を目指したいとしています。今日のステージで多分その人たちの背中を非常に押すことができたんじゃないかなと。でそういう人たちが今後いろんな意識が変わったりとか、ちょっと自分も前に出てみようとか思ってくれたんじゃないかなっていう印象は受けました。そして後半は一転して私服姿で再び登場。作業着姿とのギャップの大きさも審査対象ということで、釣りの姿や格闘着姿など思い思いに普段の自分らしさを観客に PR していました。久しぶりに感動させていただきました。明日から頑張ろうっていうね、すごく、力をいただきました。グランプリは株式会社山本の佐々木陸さんが受賞。とび職として働きながらボクシングで日本一を目指す姿勢が評価されました。作業着って僕めっちゃ好きなんですよ。そうやって評価していただいたんで、全員一致でって言われたんで、あ、もう良かったなって感じです。主催者は今後もイベントを通して建設業界の魅力を PR していきたいとしています。